じゃあ最初にさっきジョセフが言ったように今度5月29日に、本家テッドのですね来年の出場権をかけたオーディションが、まあ、日本でもやるっていうことにあたってじゃあそういった、まあ、テッドとして、まあ、一番魅力的なスピーチ、まあ、このスピーチに関しての、まあ、魅力とか、まあ、それにあたっての、まあ心がけみたいなところからまあ始めていきたいと思いますが、多分最初に少し TEDx って何かっていう話からした方がいいですよね。多分皆さんよく知らないので。まあもともとその TED っていうのはですね、まあカリフォルニアのロングビーチで毎年開催されている、まあアイデアワースプレッディングっていう、そのもうアイデアを世界に広めるためのアイデアっていうものを、まあかっこよくそのプレゼンテーションしようっていうことで、まあ、本国では4日間にわたって開催されるイベントなんですけれども、やっぱりそのスピーチのフォーマット自体がとてもその分かりやすく、これまあ、そのフォーマット自体もですね、広める価値があるということで始まったのが TEDx で、各地であったりとかテーマによって、まあ、TEDx、例えば東京っていう地名でやってる場合もあるし、まあ、TEDx Teacher みたいにそのテーマでカットして、まあ、やられるものが あります。で、実際 TEDx 東京も、まあ、今年4年目で6月30日に今年は渋谷のヒカリエでのこけら落とし公演としてですね、開催することが決定していて、まあ、今私たち TEDx 東京のスタッフは準備にもう邁進しているということですね。そのプレゼンテーションを普段僕がするときは、まあ、結構数はこなしているので、プレゼンテーション自体は別に緊張することはないんですけど、TEDx もしくは TED のプレゼンテーションっていうのは、普通と違うのは、画面が自分で見えないんですよね。だから、あと、スライドの、その、スライドツールみたいなのを使えないので、次に何が来るかとか、全部もう、最初から最後まで覚えておかないと、その時間内に収まらないんですよね。で、これ、実際やってみると、ものすごく過酷で、たとえ1分とか2分のプレゼンテーションでも、全部覚えて、その通りやろうと思うと、一旦詰まっちゃったら、もう、取り返しがつかないんですよね。だからそういう点で通常のプレゼンテーションとは全く違う、しかもまたオープンなステージの上を一人で立ってやるっていう、こう何でしょう、一種のこうエンターテインメント性もちょっとあって、それはやっぱり練習、かなり練習しないとうまくしゃべれないし、結構普通のプレゼンテーションとは全然違う種類のスキルが要求されるですね。非常に大変でした。そんな感じ。僕もそうですね。僕は比較的、声がかかったのは、まあ、藤井さんが僕をパトリックに紹介してくれて、それで実際にそのスピーチをする3週間ぐらいまでだったのかな。結構あんまりこう時間はなかったんですけど、やっぱり今までの、僕も結構いろんなプレゼンテーションやってきましたけど、今までのプレゼンテーションとはやっぱり全然違いましたね。質も違ったし、あとやっぱりその、なんていうかな、パトリックがやっぱりその求めてるレベルっていうのが、最初正直よくわからなくて、で、別にパトリックはこうした方がいいとか、ああした方がいいとか、こうしなさいとかってことは全然言わないんだけど、別にいろんなこう、いいナビゲーションを結果的に、まあ、してくれるんですよね。なんかその、あ、ごめん。ニヤニヤ。なんかね、インスピレーションをやっぱりこうくれるっていうか、だから、なんか自分だけで一人でこう戦ってるって感じはしなかったんだよね。なんかその、自分のやりたいテーマとかそういうもので、いいものをやっぱりこう、引き出してくれる、まあ、存在が、まあ、多分僕は、まあ、パトリックはまあそういう存在だと思うんだけど、それがすごい良かったなと。で、自分でもそのあんまりこう自分で意識しなくて、
自分の魅力みたいなものもなんかきっと引き出してくれたんだと思うし、でただやっぱりね、今藤井さんが言ったみたいにすごい大変だったし、やっぱりそのやっぱり英語がね、マザーランゲージじゃないっていうところがすごく大きいハンディキャップなんだけど、例えば日本語で喋ればもっと考えてることはスムーズに、そのあんまりこうロスなく言えるんだけど、やっぱり英語の場合はそういうわけになかなかいかなくて、ただそれはなんていうかな、すごく大きいチャレンジをさせてもらったなっていうか、自分にとってもやっぱりこのその挑戦をなんかこうね、まあ全然自分の中で点数が高くないんだけど、まあ終わった後になんとなくこうクリアできたっていうところがすごくやっぱり自信になる。多分その I remember when you were trying to decide between should you do it in English or should you do it in Japanese. That was a big decision for you. Yeah. But I thought I should do my speech in English. And that was a big challenge, Deshaun. Yeah, the big challenge. But I changed myself before TED and after TED.So, yeah, 本当にそれは、ね、言えると思うんですけど、ね、なんかやっぱ自分の中でのこう新しいスイッチが入るっていうか、だからその挑戦はとってもすごいリスキーだし、もう自分の中でもやっぱり本当今までにないものを要求されるんだけど、なんかそれを送った後の成功も失敗も含めて何か大きなものが自分の中で変わる。だから僕は本当にやってよかったなと思うし、まあ本当にね、誘ってくれたのがよかったなと思ったし、あとやっぱりそのガーみたいな、やっぱりね、本当にプレゼンの上手い人のこのいろんな、なんかそういうエッセンスみたいなものを目の前でこうね、なんだか感じられたりとか、あとね、やっぱり場所がすごいよね。誰かが言ってたけど、あそこに立つと何かマジックが起こるって言ってたけど、それがね、すごいね、あそこになんか宿ってる感じがするんだよな。なんだろうね、あれ。なんか観客がすごくいいみたいな、オーディエンスが素晴らしい。うん、オーディエンスもいいよね。日本の普通のプレゼンするときのオーディエンスとは全然違う。あとね、ゲットしてくれる。すごくいいんだと思う。だからなんかそのすごく高いホスピタリティじゃなくて、みんなボランティアにやってるから、そういうホスピタリティじゃないんだけど、なんかそのみんなのこう持ってる気持ちみたいなものがやっぱりこうそこにこうあって。その真ん中に立つと、なんかね、リハーサルの時は全然うまくいかなかったことが、なんか本番でうまくいっちゃったりとかさ、なんかこう、うん、そういうなんかマジックがね、あそこにはあるなと思うね、うん。これはすごい貴重な体験だなと思う。うん、どう他の人は。No. I thought you made a great presentation. 本当に Yeah, both of you guys.Yeah, I've watched it on YouTube a couple of times, and I've shown my students as well. You mentioned risk, and you know, speaking English is risky and makes it harder, but actually a good presentation has an element of risk to it. And you know, in business and in college and school, a lot of presentations are very boring, and we're just used to that. And we're used to a kind of boring audience that isn't so supportive. But actually that is the abnormal way.The TED way is, I know it seems unusual, but it is actually the normal way. It is the human way to communicate. And, you know, an audience which wants you to succeed, because nobody wants to be bored. We all want to learn something. So the TED experience is actually something that I hope will really take off in Japan. And it is taking off in Japan, actually. And I think it's going to spread into the university.It is spreading into the universities, and I think that will spread down into the classes, because actually it's nothing extraordinary, it's nothing you know, American or Western, it's very human, and it's very Japanese in a way. We just sort of have forgotten what natural communication is, and that, you know, the passion and story, and not just information is important, of course, but not just information. If it's just information, we can put it in a paper.But when we come together, it's about a human connection and it's about engagement. And that's risky, of course. It's much easier just to give a handout or to do a boring lecture like we had in college. There's no risk in that. But what you two guys did at TED and doing it in English, it was very difficult. It's sort of like Cirque du Soleil without a net. But, you know, even though
it may be easier for you in Japanese. The audience really appreciated the fact that you took that risk, and they could feel your humanity coming out. And that's why I said it's both of those talks are really fun to watch again. まあでも実際にあの確かに単なるプレゼンテーションっていうふうに捉えるのではなくて、やっぱりエンゲージメントの場であったりとか、まあやっぱりそうやって自分自身がそのスピーチの場にさらされることであったり、その後のコミュニティっていうところの中で生まれてくるものっていうのは確かにその我々 TEDx 東京をサポートしている側からするとそこが一番たまらないものですよね。実際例えば水口さんとかその藤井さんとかそのスピーチをした後に何か変化が起きたこととか、実際そこから生まれてきたとこみたいなものってありますか？それはたくさんありますよね。もうなんだろう、もうそんなことだらけ終わってから。うん、なんだろう、いろんなものに影響する、やっぱりその自分の仕事もそうだし、あとやっぱりその生き方とか人との接し方も多分変わってると思う。あと、なんだろうな、うん、自分のなんかそのプレゼンの質もなんか変わったような気がする。なんかこう、なんていうか、今までやってきたものにやっぱりさらにこうね、いろんなやっぱり、テッドなりの、なんていうかな、テッドってフィルターを落としたときとか、いろんなものをやっぱり、ラーニングしたんだと思うんだよね。それはなんかやっぱりこう、うん、すごい楽しい、すごい貴重な体験だったなと思いますね。うん、さっきも言ったけど、だから、ビフォーテッドとアフターテッドで違う、全然なんか自分が。なんかもう、なんだろうな、あの、うん、やっぱり自信を持って、なんかこう、情熱的に語るとかさ、なんかこう、うん、なんかこう、やっぱりこう、ちゃんと準備して頑張ろうとかさ、うん、まあでもね、パトリックのね、やっぱりこういろんな、あの、なんていう、ツッコミっていうかさ、日本語的に言うと、あれはね、結構ね、今から考えると、うん、とても良かったな、楽しかったっていうかな。ありがとうございます。Thank you. It was fun. It was a lot of fun. ねえ、うん。あれはなんかやっぱり、うん、さすがだなと思う、なんか、うん、最初なんか随分いい加減なことを無責任に言ってるのかなと思ったけど、全然あの、ね、本当に本当に分かる何かがね、あるね、うん、やっぱりすごい。どう藤井さん？うん、あのパトリックの言うことは最初よく分からなくて、そうだよね、うん、でもまだ分かる。今はね、パトリックはすごいんだよ、やっぱ。うん、結構ね、あれをまとめ上げちゃうっていうのはね、ちょっと前日とかからは想像できないんだね。うん、だから誰も多分当日まで全体像をイメージできないんだと思うんだけど、そうだね、パトリックだけが知ってるんだよ、なんか。でもさ、その場で即興で変えたりとかするでしょ。もういやだって僕、ステージ出る前に、パトリックがいきなり僕にトマト渡して、これを TEDx の、あの、E の上に置いてから話せって言うんですよ。そんなの、思いつきだからね、これ。しかも前のスピーカーが使った野菜を1個取ってきて、これやるから。でもおかげでね、あれでリラックスできたし。うん、まあ、天才だね。そうだね、天才だね、本当に、うん、でそういうことにやっぱりなんかこう、そういう経験がたくさんできる。Gar, do you want to add anything? Are your presentation, Gar? Please tell us a little bit about some of your experience. Yeah, I think the key word is conflict. 日本語で何というか、コンフリクト、大きな問題。Right? Some problem that you've overcome.Or some problem that you're still working with, or it could be expectation that you had that wasn't met. But all story has some sort of conflict to it. And that's what's interesting. And in Japan, at least in the business world and academic world, presentations and lecture are just information without really focusing on the conflict. But the conflict means you have to go into yourself and expose yourself a little bit.And the best presenters are those that can find that conflict and then the contrasts between whether it's success and failure or, you know, or the past and the current. But all of them
I think without exception, every good TED talk has some element of story to it. And a story doesn't give you everything, right? It's not like the college lecture which spelled out everything. The story keeps you engaged because you want to know what happens next, what happens next. And I remember Fuji-san, your technique was really interesting. You were like a kind of a manzai from Osaka. It was very mysterious and very funny, but it kept you engaged. It was a slower pace, but we were all listening and laughing, which is also important. I mean, that's the other thing about TED, is that every good presentation should have emotion. And almost without exception, laughter is okay. I mean, even if it's a serious talk, and many are very serious, still we want to laugh, because that's the most human thing. I mean, think about when you deal with your family, even with something that's very hard or difficult, you know, you use laughter to sort of make it better. So that's something that Fuji-san added. And of course, with Mizuguchi, you did the amazing visual. So you had that story sense of unexpectedness, right? Something that was very wow, right? So, you know, however you can get the wow factor, the story factor, the emotion, if you can bring that into a presentation, I think that's one of the secret ingredients to a good TED Talk. When you were preparing for your presentation, can you talk a little bit about your experience when you're preparing for your TEDx Tokyo? I remember you were talking about bamboo and the connection of bamboo and really trying to find meaning around the bamboo. I mean, this was my story, but I don't like that talk so much. But I think a lot of TEDsters probably are never happy, you know, with it, because I'm still looking for the story. I really want to get on the TED stage someday, but I'm looking for that story that's more emotional and where I really can, you know, lay myself out there. And I don't think I've gotten there yet. I think I have it. But it to really do, a good TED talk, I think it's in everyone, but it's not in everyone maybe yet, because it really takes a lot. You have to look inside yourself, and it's not just about you, but what is something that I can share that will help others, that will really affect others. So I think the bamboo one, I'm working on a book related to this, and I think it's getting there, but I would like another shot at it content-wise. I mean, it's not the delivery or anything, but it's really, really hard. I mean, you know, we have Fuji-san and Mizuguchi and others. It's really, really hard to do a good TED Talk. It's easy to do a two-hour lecture, but to do a really good 10-minute talk is very, very difficult. Joseph, you did a lot of interviews with the different speakers before and after. What was some of the insight that you picked up from your interviews with some of the speakers? Yeah, that was really interesting, and I think the thing that I find being on the kind of social media team or the team that's running backstage interviews, doing backstage interviews during the event, is that presenting at a TEDx event is not just the few minutes that you see on stage. It's actually the whole experience of going to this event, meeting all these incredible people. And for example, this year I was fortunate enough to go to TED in the US for a couple of days. And it's just extraordinary how everyone around you is someone with an amazing idea worth sharing. And that community is so rich. And I think that for the speakers who take part in these events, of course there's the big challenge of being on stage and giving this amazing presentation, but I think the rewards are incredible in the people that you meet and the collaborations that result from that. And I know when we were talking with speakers, they were just so excited to be there and to be a part of this event, and that was something really special. It wasn't just another conference. It was an event which potentially was life-changing for them, for sharing their ideas with the world, but also making these amazing connections to help them take their ideas further. And for me, that's always quite a powerful thing that I go away with.
Yeah, one of the core objectives we say to a lot of people at TED, as well as TEDx Tokyo, is that everybody in the audience could also be on the stage speaking. Mm-hmm. So if you're really curating the audience to the level that TED does in a TEDx event, that pretty much anybody who's in the audience has an idea worth spreading, as Joseph said, and could be on the stage. Yeah. So, Patrick, the first TED I went to in 2009, I was watching some presentations, and the person who sat next to me was Steve Wozniak. Hey. Well, there's the person who has a story to say. And then we, you know, we hit it up and had a conversation. But I think it's Seth Godin, who some of you know. He's yes. presented on TED stage many times. And he actually doesn't go in. He doesn't watch the presentations, he says. And he's always out, you know, in the whatever you call it, the lunchroom or the lobbies and all the areas, because the TED Hangouts. It's the connections. Yeah, it's the connections. Yeah, Hangout, just like Google Hangout. You know, this presentations are great, but I must admit the best time I had was in one of the Hangouts, watching the monitors, but also talking to people and having donuts and all this kind of stuff. So it's the connections that you make. And I think this is the real gift of TED too, bringing this idea to Japan, bringing this idea home again to Japan, is that education it looks more like that, right? Not just listening passively to someone, but actively being engaged with others. As I said before, to look inside yourself. So, kokoro no soko kara, to really look inside yourself for that story, and to have a jonetsu. Or passion, but the passion doesn't mean jump up and down like Steve Ballmer. It's not decoration. Sometimes we misunderstand because we're not. Yes, everybody do the Steve Ballmer. Okay, and that's great. But for Steve Ballmer, that's real. That's who he is. And if that's who you are, that's fine. But probably that's not you. And passion doesn't mean putting it on top, you know, or yelling or anything like that. It means, you know, it has to come deep from within inside you. But I think that's a main thing. So look for the passion and to simplify. And the expertise could be, it's your own story. I mean, it could be a story of surviving an avalanche or, you know, and the spirit that it took to overcome that. So that's not like Semonka expertise, but it's something that really happened to you. So that kind of expertise, for sure, yeah. なんだっけ、これを要するに見てるその次の未来のTEDに参加可能性のある人たちに対するアドバイスだよね。だよね。はい、そうです。はい。もしかするとそれが来年かもしれないし、ね、2年後かもしれないし、5年後かもしれないんだけど、なんかその何かやっぱりそういうことを考え続けることってのはやっぱすごい大事だなと思うようになりました。だから、なんていうかな、やっぱりテッドって、もちろんそれでね、選ばれるかどうかも分かんないし、結果は後からついてくるんだけど、でも、やっぱりそこにこうチャレンジすることって、すごいやっぱり大切なことだなっていうことを思うし、なんかいつもそういうことを考えるっていうことも、やっぱりすごく大切なことだなと思うし、だからなんかね、やっぱり常にこうね、意識し続けることなんじゃないのかな。それは今年かもしれないし、来年やってくるかもしれないし。で、もうね、テッドはね、そう、さっき誰かが言ったけど、すごく単純化する。ガーが言ったのね、さっきね。ガーですね、うん。で、単純化することってね、やっぱりすごい難しいんだよね。自分のやってることを単純化するって、特に僕はすごい難しかったんだけど。で、それを自分がやっぱり考えて、人からもいろいろこう意見言われて、これができるっていうのもすごく貴重な体験だし、だからこうね、自分の考えてることをそう、本当にシンプル化しないと、思った以上にシンプル化しないと人には伝わらない。ということもよくわかるしね。うん。そうですね。うん、やっぱりさっき言われた、回線がつながったってすごいいい表現ですよね、水口さんの。そう、だから、なんていうかな、なんとなくパトリックに言われて、まあ、もちろんパトリックだけじゃないんだけど、なんかその、君はすごくいいアイデアを絶対持ってる。で、いい考え方もしてるし、いいこともやってる。だけど、
それをなんかその、なんていうかな、さっきのその神経を通すじゃないけど、筋道立ててそれを説明することに成功したら、もっとすごいはず。で、その方法は必ず存在していて、で、それを見つけるために、今こうやって時間を持てるっていうのは、とってもいいことだよねっていう、なんかそんなことをなんか経験してない気がするね。だから、なんていうかな、そういうことなんだと思う。ちなみに藤井先生はどうですか？藤井先生も最初に聞いてたストーリーと実際喋ったこと、スタイルが全然変わってて、本当僕驚いたんですけど。やっぱりね、その今水口さんがおっしゃったように、パトリックのプレッシャーすごいんだよ。いやでもそう言うとさ、なんかみんな自信がなくなって、そうそう、応募がなくなっちゃう、困る困る。それがいいんだよね。まあ、パトリックにそういうなんかことをさ、そして選んだ人の中に何かあるって多分思ってるんだろうね。それを、うん、テッドっていう場所で、テレックスっていう場所で、こう、何かを引き出そうっていう、やっぱりその、キュレーションが、まあ結構それでみんな追い込まれるんだけれども、それを達成する、したっていう喜びが一つあって、あともう一つその、テレックスもしくはテッドの目標に、その、アイデア worth for sharing って、その、共有すべき価値のあるアイデアをみんなで、シェアしようっていう。で、それはシェアした後に何があるかっていうのもやっぱり考えないとダメで、共有することでやっぱりね、世界を変えるっていうことを変えたい。より良い世界にしたいっていうのがやっぱりみんなあると思うんだよね。で、テッドの中には。だから、そのスピーカーになりたいっていうのは一つの、まあ、チャレンジなんだけれども、今よりもいい世の中を僕たちが持っている知恵で実現したいっていう、そこのパッションが多分すごく大事なんじゃないかなっていうのは僕やってみてすごく思ったんですね。だから一人のなんか俺はこんなことがしたいんだとかっていうなんか独りよがりなことはあんまりね、テッドには向いてなくて、そこから次の世界をがどういう世界が生まれるのか、作りたいのかっていう、そういうメッセージがやっぱり根底にあるっていうのは僕大事なんじゃないかなっていうのはそれは気がつきましたけどね。まあ間違ってるかもしれない。質問があります。さあ皆さん、準備するのはどうしましたか？例えば私のアイディアはいつもアナログね、コンピューターで準備しないの方がいい。例えばポストの、ね、たくさんあります。いつもポストの。Google でもたくさんありますね。Google はハイテクコンパニーでも、すごい。Whiteboard 多い。Post-it note 多い。それは大切。Apple でも、ね、準備のアイディアは、まあ、アナログのプロセス。That's one of the best things that you ever taught me, Gar, that I share with a lot of speakers is close your computer. Don't even just analog. Do mind mapping. Do post-its. Do that because our brain works much better that way. And that was some great advice that you shared with me a long time ago is most people think that they have to start with their slides or they have to start messing with their slides. But your advice is to do post-it or do mind mapping or something like that. And I think that's very helpful.Yeah, technology has evolved, but the human mind or the soul has not evolved. Doesn't work that fast. And there's just something about the hand and the pen and the touch that really helps the ideas come out. And that's obviously it's not my original idea. It's as old as dirt. But we do get into trouble when we just start at the computer. So that is kind of a secret.Is to close the computer and use paper or whiteboard, whatever works for you. Actually, iPads aren't bad because it's at least it's more of a kind of a touch experience. 僕は最初は、まあ、手で書いてたんだけれども、あともうスピーチのトレーニングを自分でしてるときは喋ってるとだんだん変わっていくんですよね。こう何度も話していくとなんかこうどんどん内容が変わっていって、そのたびに書き直してっていうのをやって、
で最終的になんかこうすごく自分の中でスムーズにその伝えたいことが出てくるものになるまでやっぱりすごく時間がかかったんですね。だからあの口に出してみるっていうのはしかもあのなんだろう結構本当にちゃんとスピーチをするつもりで大きな声で喋んないとなんか全然意味がなくてこう小さくボソボソ喋ってるとなんかあんまりこう練習にならない。頑張ってください。Never give up. Never give up. Fight, fight. Fight. So, はい。イングさんライブ頑張ってくださいね。はい。沖縄からあの参加していただいてありがとうございます。はい。Thank you. でも参加して僕が一番楽しかったです。ありがとうございました皆さん。そう、今ラスベガスでしょ。うん、はい。ラスベガスもう明るいよ。はい、oh, wow.じゃあ皆さんこれからあの NHK 教育テレビをぜひ見てください。はい、どうも。はい、見に行きましょう。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。